ここからは Google クラウドの牧が VertexAI で実現する大規模データの MLOps と題しまして発表をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のアジェンダがこちらになっております。まず最初に VertexAI で実現する MLOps についてお話をしたいと思います。その後三つですね、VertexAI に関するアップデートについてお話をしていきたいと思っています。 まず最初に VertexAI で実現する MLOps についてお話をします。VertexAI ではさまざまな AI、機械学習に関する機能というのが実装されてきました。こちらで今お見せしているのはアプリケーションとカスタムマシンラーニングというふうに書かれていますが、この2つの大きな群の中でさまざまな機能というのが提供されています。 今回のタイトルでもあります MLOps という文脈になりますと特にこの下のほうのですねプロダクトというのが大きく関わってくることになりますまず最初に VertexA の中でも非常に重要なプロダクトでもありますワークベンチというものについてご紹介をしたいと思いますワークベンチというのは先日一般提供が発表されたものになりますけれども大きく2つの特徴を持っていまして データに関する高速なワークフローというのと、管理者が制御できるフルマネージドな環境というところにございます。今です、ね、映しているとおり、この VertexI ワークベンチというところを起点にして、さまざまなプロダクトに対して、非常にスムーズに接続することができるようになっています。 アナリティクスのプロダクトであったり、そういったものと接続することで、データサイエンティストの方々の生産性というのを非常に向上する特徴を持っています。実際にどういったシナリオが想定されるかといいますと、例えばビッグクエリやスパークに対して、このワークベンチから接続することによって、さまざまな分析作業というのが、この1つのユーザーインターフェースから実現することができます。 また機械学習のトレーニングというのもバーテックストレーニングというところがになっていますのでこういったものもノートブックから管理することができるようになっていますそして最終的にですねサービスとして機械学習を提供するという場合にはデプロイという作業がありますのでそういったデプロイというのもこのノートブックから管理することができるようになっていますこういったさまざまな機能というのがこのワークベンチから実現できるようになっています 実際にその MLOps を実現するにあたって、この VertexAI の1つのユーザーインターフェースから操作できるということが非常に重要になってきています。1つ目はサーバレススパークインタラクティブディベロップメントということで、こちらのサーバレススパークというのをノートブックから簡単に扱えるというようなインターフェースについてご紹介をします。その次に BigQueryML というものがございまして、 この中でさまざまな機能というのがバテクサイの方に統合されてきていますのでその機能のご紹介をさせていただきます最後にタビラーワークフローズという新しい機能というのが先日発表されましたのでこちらについてご説明したいというふうに思いますまず最初にサーバレススパークインタラクティブデベロップメントというものになります こちらはですね、Google クラウドのブログでも発表されておりましてサ、サーバレススパーク上でインタラクティブに開発する機能というものが発表されたものになっています。ワーティサイワークベンチ上で,です、ね、スパークのワークフローというのが提供されていまして、ワンクリックでスパークというのが扱えるようになっています。 こういった機能によってデータサイエンティストというのはこのワークベンチからスパークを簡単に操作できるようになっています。ビルトインのセキュリティと認証というふうに書かれていますけれどもこのスパークというのはバーテック x A のセキュリティやユーザーアクセスというのが自動的に適用されるようになっていますのでこのスパークに特化した運用というのが追加で必要になるということはないというのが非常に便利な機能になっています。 でこのバーテクスワークベンチというのが、その単一のインターフェースでデータの処理であったり、分析であったり、機械学習のワークフローというのをカバーする機能になっていますので、従来、そのサーバー上に Jupyter ノートブックというようなサーバーを立てて、いろいろな設定をするというようなことが主流だったかもしれませんけれども、こういったマネージドな環境を使うことによって、さまざまな分析、ワークフローというのが実現できるようになっています。 ここでそれでは実際にデモをお見せしながら、どういうふうにそれが実現できるのかというのをお見せしたいというふうに思います。今画面に見えていますのは、バーテックス内上のノートブック、ワークベンチを起動した状態でして、ここでサーバレススパークのセッションを作るという作業から始まっています。でここでさまざまな設定が見えていますけども、PySpark、えー、というのを選んでいただけると、裏側でスパークが準備されますと。でえー オートシャットダウンというものもついていますので、えーまあ、立ち上げっぱなしというようなことが避けられるので、まあ、必要な分だけ動かして、えー、必要な作業が終わったら勝手にシャットダウンすると、まあ、そういった使い方ができるようになっていますので、まあ、コストメリットも非常に大きいというようなのが特徴になっています。はい 今実際にセッションを作成しているところなんですけども、この右側のアクティビティログのところでですね、ローディングカーネルというふうに書かれていまして、今、裏側で準備が進んでいるというような状況になっています。通常であれば、こういったクラスターというのを準備するのには結構な時間を要するんですけども、このサーバレススパークというのは非常に手軽にですね、このセッションを作成することができるので、ちょっとこれ進めていきますが、 簡単にですねこのノートブックでサーバレスかスパークというのが扱えるようになっております。今ここでノートブックが起動した状態になっていましてサーバレス,スパークのセッションを開始しますというふうに右側のアクティビティログに書かれています。ここからはノートブックを扱っていくんですけれども Google クラウド上ですとデータブロックというところでスパークが管理されていまして今実際に 動かしているセッションというのがここで見えるようになっています。で実際にノートブック上にですね、PySpark を使ってデータを扱っていくデモになっています。で今、セッションからですね、実際に PySpark に対してつなげていっていますけど、今回は簡単のためですね、CSV ファイルというのを クラウドストレージ上に置いていまして、それをスパーク上で扱うというようなサンプルになっています。実際にはこの CSV ファイルというのが複数ファイルであったり、大規模なものであっても扱えるようになっていますけど、今回はデモンストレーションということで、非常に小さいデータで実装をしています。今見ていただいているのはデータフレームとしてデータをロードしてきています。 このデータフレームというのを中身を見ていくと、こういったテーブルデータが入っているということが確認できます。実際にこの Spark を使って、新しいカラムを作っていくというようなことを行っていきますが、あるカラムですね、あるカラムに対して、その値が10倍されているようなカラムというのを新しく追加するというようなデータ加工を行っています。 はい、でここに実際にデータが追加されていますねで。これはすごく簡単なサンプルにはなっていますけど、こういったスパーク上で今まで扱っていた処理というのが、こういったノートブックのユーザーインターフェースから扱えるようになっていますので、データサイエンティストの方が、スパーク、大規模なクラスターを作って、そこに実際につないで作業するというような工程が非常に楽に実現できるようになっています。 以上がインタラクティブデベロップメントのデモンストレーションになります。はい、続いての機能紹介ですが、ビッ g クエリ m l と VertexAI というところでお話をさせていただきます。VertexAI ワークベンチから直接ビッグクエリにデータを接続するということができるんですが、このです、ね、環境を使ってさらにこのビッグクエリの ML ですねビッグクエリ ML の機能というのが拡充されてきています。もともとこのワークベンチからビッグクエリに対してこの SQL を投げるというのは、こういった画面で,です、ね、このノートブック上、今ですね、ビッグクエリのタブでしたけど、こういったノートブックのセルからクエリを投げることができるようになっています。ビッグクエリ ML というのは、このビッグクエリの中で機械学習のモデルが構築できるような機能になっています。 Google クラウド上ですと機械学習というのはこのいくつかの機能から実現できるようになっているんですけれどもそれぞれ性質が違いまして具体的にはデータアナリスト ML デベロッパーデータサイエンティストといったちょっとターゲットの違う性質をそれぞれ持っていましてその中でもビッグクエリ ML というのはより幅広い方々にお使いいただけるようなプロダクトになっています。 でビッグクエリー ML というのはビッグク,クエリー上で SQL をベースにしたモデル構築が実現できるようになっていますのでバーテックス性を開かずに機械学習のモデルというのがビッグク,クエリー上で構築できるようになっていますさらにカスタマイズ性を求めていくとオート ML といわれるものであったりバーテックストレーニングといわれるカスタマイズモデルというのを構築できるようになっています やはりそのビッグクエリー ML の大きな違いというのはデータアナリストの方々が SQL を扱う延長で機械学習のモデルが構築できるというところにあります。 従来ですと、こういったビッグクエリー ML というのは、ビッグクエリから触れるというところが非常に特徴的だったんですけれども、それがバーテックス AI 上でさまざまな管理ができるようになってくることによって、それがよりですねデータサイエンティストの方々とコラボレーションをしながら、大規模なモデル構築というのが実現できるようになってきています。まず最初にビッグクエリ ML がどういったものなのかというお話をすると、先ほどちょっとお話はしていましたが、 インターフェースは SQL をベースにしていまして、コーディングが非常にシンプルですと。セレクト文というような従来の SQL 文に対して、クリエイトといわれる命令が冒頭につくような形で、機械学習のモデルが構築できるようになっています。最終的にはデプロイというところまで含めて実現できるようになっていますので、 その手元の実験だけではなくて、最終的に何らかのシステムに組み込んでいくということも可能になっています。今回、こちらでご説明するのは、その中で VertexAI モデルレジストリというところに、ビッグ q u e r y m l の機能が統合されたことが一つのアップデートになっています。これによって学習された機械学習モデルというのを登録、整理、 監視する、あるいはバージョン管理ができるようになっていますので、手元で作って終わりということではなくて、チームの中でモデルを管理するということが、明示的にできるようになりますし、この VertexAI 上のモデルというところで管理ができるようになるので、BigQueryML 以外で作ったモデルというのも1箇所で見れるようになってきますので、こういった1つのインターフェースで全てが管理できるというのが、より特徴的になってきたというふうに見えます。 はい、でバーテックス AI による ML ジャーニーというふうに書いていますけれども、MLOps という言葉を最初のタイトルでも書いていましたが、パイプラインズというものがバーテックス AI ではありまして、さまざまな手続きというのをオーケストレーションできますよというような機能になっています。例えばデータ探索であったり、学習であったり、エバリュエーションですね、評価であったり、デプロイ、モニタリングといったさまざまな機能がこのパイプラインズから操作する。 ことによってあらゆる手続きというのをコードベースで管理できるようになっていきますのでそうするとこの ML Ops の実現にあたってはですね非常に不可欠な機能になってきますこのパイプラインズの中で実はそのビッグクエリ ML というのが扱えるようになったというのももう一つのアップデートになっていますなのでデータアナリストの方々がビッグクエリの中で機械学習のモデルを構築して とても精度が高いモデルができたといった場合に、そのソースコード、SQL というのを実際に運用レベルでそのまま回せるというところが非常に特徴的になっていまして、そのパイプラインとして実装する必要はあるんですけども、こういった大きな流れの中にですね組み込んでいくことができるようになっています。 Google クラウドの統一されたデータや AI の機能により AI をエンタープライズで実装可能にということでその手元で小規模な実験にとどまらず大規模なエンタープライズ向けのシステム構築というところがこういったさまざまな機能によって実現できるようになってきました特にビッグクエリー ML のように大規模なデータを対象にモデルを構築する際にはそういったものをこの MLOps という考え方を実現しながら実装できるようになってきたと。 いいいうのが非常にに大きいメリットになっていますまた、この最小限のデータ移動でというところもまた一つの魅力でして、旧来の設計ですと、データを置いている場所と実験環境とデプロイする環境というのが、それぞれ別の環境に置いてあることがよくありましたので、そういった場合にはデータの移動というのが非常にボトルネックになっていたんですけれども、こういった一つの環境下で、 実現できるようになってくると、このデータの移動というのが最小限に抑えられるというところも一つの魅力になっています。はい、でそれでは、ビッグエリ ML の中でも、モデルレジストリーのデモンストレーションを行いたいと思います。先ほどと同様にです、ね、VertexAI のワークベンチを今、起動している状態ですで。ここからノートブック経由で、ビッグエリというのを触っていきたいと思います。 まず最初にやっているのは通常のビッグクエリーへの接続ですね。こういった形でパパーーセセンントトビッグクエリーというコードを書いておくと SQL が直接投げられるようになっています。でこの次に行っているのがビッグクエリー ML をクエリーから構築するというような手続きになっています。この2行目に Create or Replace モデルというふうに書かれていまして、これによってモデルを構築するというような命令になっています。 その下のオプション図の中でさまざまな機械学習の設定をしていますが、今回はロジスティックリグレッションというモデルを指定しています。この上に ecommerce.classification under model under BQ というようなモデル名を指定していまして、こちらがビッグクエリーのデータセット配下に保存されるような形になっています。これを実行するとですね、こういった形でビッグクエリー ML の学習が今 走っているということが下の秒数で分かるかと思いますが、エグゼキューションクエリーということで、実際に学習が開始されています。はい。ちょっと時間を飛ばしながらですが、今回の場合ですと、およそ1分ぐらいで学習が完了していまして、今、ビッグクエリーの画面を見ていまして、今、リードをどうすると。 先ほど説明をしていたデータセットというのを見に行っています。e コマースというデータセットの配下にモデル図というのがありまして、ここにクラシフィケーションモデル BQ というものが入っています。で実は、ここの中から、まあ、そのトレーニングの結果ですね、さまざ、あ、まなロス関数の推移であったり、ラーニングレート、あるいはデュレーションですね、まあ、そういったものが表示されていますし。 このエバリエーションを見ていくと ROC カーブが描画されていたりコンフュージョンマトリックスが見れるということになっていますこういったものもすべてビッグフェリー上ですべて見れるようになっていますのでモデルの評価というのを,色々うをいろいろな行動を確認するというような作業工程が非常に最小化されているというものになりますで今、VertexA の画面を表示していましてこちらにはまだモデルがないような状態です でここからです、ね、新しい機能、ビッグフェリー ML から VertexAI モデルレジストリに登録するというようなデモンストレーションを行います。で基本的には先ほどのコードと同じなんですけれども、このオプションズの中に、モデルレジストリという指定と VertexAI モデルバージョン、エイリアシズというものが新たに追加されています。でこのモデルレジストリで VertexAI というのを明示することで、 バーテックス AI 上にモデルが保存されるようになります。それ以外の行動は全く同じものを使っています。今、秒数を飛ばしてますが、これで完了していますね。クエリコンプリートというふうに書かれています。まずは、ビッグエリ上でモデルが新たに追加されたかを確認します。モデル名は新しく変えていますので、<laughs> モデルバーテックスというものが新しく追加されています。学習の条件というのは全く変わっていませんので、この辺の結果というのは大きく変わらないものです。一方で、バーテックス a i の方を見ていただいて、リフレッシュボタンを押すと、ここにクラシフィケーションモデルバーテックスというのが追加されていることが分かります。ソースがビッグクエリーというふうに表示されていますので、ビッグクエリー ML で構築したモデルということが、このモデルレジストリ上でも分かるようになっています。 でまた、ここでですね、デプロイというのももちろんできるようになっていまして、デプロイトエンドポイントというものをモデルから指定すると、こういった形でエンドポイントの設定をします。できるようになっています。そうすることで、簡単に予測用のエンドポイントというのがデプロイできるようになります。 なので、ビッグクエリ ML のように、SQL をベースにモデルを構築した後大規模にモデルをデプロイするというところまですべてこのコンソール上で完結していますので、非常に簡単にモデルが構築できるようになっています。はい、以上がビッグクエリ ML のモデルレジストリのデモンストレーションになっています。 で3つ目のアップデートなんですけども、こちらはアプライド ML サミットというイベントで発表されたタビラーワークフローズというものになっています、はいで。こちらはですね、まず大前提として、多くのデータというのはテーブル型であるというところから出発しているものになっていまして、例えばフローキャスティングですね、まあ、時系列解析も含めてですが、まあ、一般的には回帰分析であったり、 分類とと言わわれれるるよううな教師あり学習といいののががこのテーーブルデータでで多す例えば、需要予測の場合は時系列予測を使うこともありますし、マーケティングの領域では購入頻度であったり、コンバージョンの予測であったり、あるいはリスク管理ですね、不正検知であったり、そういったものを分析する際に、こういった回帰分析であったり、分類というのが使われるようになっています。 AI でテーブルデータを扱う場合には例えば AutoML というのが1つの選択肢として挙げられますこのエンドツーエンドの AutoML というものを使うことでこのテーブルデータに対してどういったモデルを当てはめるのかといった実験が非常に手軽にできるようになっていますこのロードデータに始まりまして最終的にプレディクションをするところまでエンドツーエンドで実現できるようになっています ただし、このオート ML というのは非常に強力な選択肢ではあるもののその柔軟なカスタマイズというところにはそんなに選択肢がないような状況です。そこで従来ですとカスタムトレーニングというものを使ってモデルをどういうふうに構築すべきかデータをどういうふうに扱うべきかというのを自分たちで全て設計していくというような選択肢が用意されていました。 ではこの2つの選択肢の中間の選択肢はないのかというところが今回のアップデートに非常に大きく関わってきます。それがそのタビラーワークフローズとも言われているんですけどもテーブルデータを使ったモデル開発を支援するためのフルマネージドでスケーラブルなパイプラインというものになっています。個別のののコンンポーネントといいうものが組み込ままれていましてしこのであって に始まりマネージドアルゴリズム、フィーチャーサーチ、フィーチャートランスフォーメーションズというものが挙げられています。で今はプレビューの段階ですので、こちらのキャプチャー画面というのは既存の画面では見えないようになっていますが、こういったイメージ図というのがこれから実装されていくんではなかろうかというふうに思っています。それではその o t o m ル というソリューションのとカスタマイズトレーニングの間というものがどういうものかということで3つの大きな特徴というのを説明していきますまずは組み込みですねハン管理やオーケストレーション MLOps 実装のためのバーティクスサイのマネージドなパイプラインが使えるようになっていますで従来の AutoML の場合ですとコンソール画面から AutoML の実験の設定をするとモデルを構築することができたんですけども ことパイプラインの構築となりますと、Python を使ったり、その SDK を経由して、こういったパイプラインを構築するというような、コードを書くということを要求されていたんですけれども、こういったものが非常に手軽に作れるようになってきたというところが、一つの特徴になっています。また、透明性ということで、各コンポーネントの入力パラメーターであったり、アーティファクト、ログというのがアクセス可能というふうになっていますので。 中の手続きがどういうふうになっているかというのがより見えやすくなってきたというところが一つの特徴になっています。また柔軟性というところにも非常に重きを置いていまして、必要に応じてパイプラインズをそのまま使用したり、コピーしたり、変更したりということが可能になってくるようです。同じコンポーネントが多くのワークフローへ耐えようというふうに書いていますので、これはその 独立した新しいプロダクトというよりはこれまで扱ってきたような考え方というのがそのまま当てはめられるというような意味合いになっています。データスプリット、フィーチャートランスフォームズ、アーキテクチャーサーチといったものも書かれていますしこの辺が最終的にどういうふうなユーザー体験として扱えるようになるかというのはいろいろな発表をお楽しみくださいというところではあります。 AutoML ワークフローがこの ML を加速させるといったところが非常に大きなメッセージになっていまして、AutoML Auto というのは反復した手動の機械学習タスクを自動化していきますと、先ほどもお話ししたよりさまざまなモデルというのを試す実験がかなり自動化されていますので、さまざまなモデルを大量に実験するというような時間のかかる作業というのがかなり短縮できていきます。 またはワークフローズというのはモジュールとしてカスタマイズ性が非常に高いというところも特徴になっていますので特定の手順をスキップしたり修正するといったような柔軟性を持っています。透明性であったり組み込みといったところも先ほどお話しした特徴と、え。ー 一致しているわけですがこのフィーチャーストアであったり、モデルメタデータといったところの連携ももちろん取れるようになっていますので、MLOps のツールとして非常に大きな拡張というような捉え方ができるかなというふうに思います。現在、プレビューではありますけれども、利用可能なものとこれから随時実装されていくものというのがいくつか紹介されていますので、こちらに載せているものというのが、 現在パブリックプレビューになっております今お話ししていたエンドツーエンドのオート ML というものが特にその MLOps の文脈で非常に便利な選択肢になってくるかなというふうに想像しています以上で私の発表を終わらせていただきますご清聴ありがとうございました マキさんありがとうございましたそれではですね QA タイムに入っていきたいと思いますえー、っと今私のこのスライドの画面が映っていると思いますけれどもこちらで QA タイムにしていきたいと思いますじゃあですね最初のセッションあ最初の質問ですね最初のの質問からいきたいと思いますワークベンチマネージドについて東京リージョンでの展開予定はありますでしょうかそれいがでしょう ごご質問ありがとうございます、えーと。残念ながらです、ね、このイベントのアップデートも含めまして、現在、パブリックな情報で東京リージョンのいついつ頃のリリースがあるかというような発表はまだされておりませんので、ここの場で、えー ごご報告できるここととといいうのは、えー、今のは今ろございませんで、えー、とちょっとです、ね、弊社の営業にあの問い合わせていただいてです、ねまあ、こういった要望がありますというところも含めて会話していただけると、まあ、こういった東京リージョンでの展開というのが、えー、実現の可能性というのが上がってくるのかなというふうに思っていますので、えー、ぜひご一報ください、あのー、そもそも論なんですけどリージョン選べるんですよね。 ビジョンは選べるようになっています、ね、分かりました、わかりました、もしねあの、要望があれば、ぜひ、えー、と営業まで、えー、お伝えいただければと思います、じゃあ次の質問ですけれども、v e r ッ e x a i ワークベンチについて、ユーザー管理のノートブックでも BQCS を UI から見れるようにしてほしいと、今後、提供予定ありますか、あるいは今後、ユーザー管理のノートブック、あまり利用できなくなるので、マネージドノートブック環境に移行する必要があると。 いったよという質問が来ています、はいえー。ご質問ありがとうございます。こちらもですね、先ほどの質問と関連しているところが多いんですけども、えー、現段階で具体的なリリース予定というのは発表されていない状況ですね。はい。で、確かにおっしゃるようにそのビッグクエリであったりストレージに対して UI 上から接続できるというのは非常に便利な機能になっていますので、まあ、こういったところも。えー ぜひいろいろとご意見いただければなというふうに思っていますありがとうございます、たぶと下のほうの質問であったと思うんですけども、ユーザー管理とマネージド環境のノートブックのこの使い分けとかっていう質問もあるんですけども、そもそもどう違うのかっていうようなところから、ちょっと使い分けみたいなところまで少し教えていただければと思います。 はいそうですね、っ、えー、と元々ユーザー管理のノートブックというのが提供されていたんですけれども、えー、マネージドなノートブックというのが公開されまして、それによって何が変わったかといいますと、えー、より、まえー、セットアップといいますか、マネージドな部分が増えていく。 で使われている方々が意識しなくてもいいというような部分が増えています。で具体的には、ネットワークの設定であったり、あるいはノートバックが設定した時間ですね、デフォルトですと180分だったと思いますけど、はい、その時間、操作がされていないと自動的にシャットダウンされるというような、はい、起,動起動しっぱなしというような、<あ>まあコストが予定にかかってしまうようなものを回避するような機能が優しいですね。ね、はいはい、マネージドの方には入っていますのではいはい、はい はい。まあそういった部分で、えー、よりユーザー様が自分たちの業務に専念できるような機能というのが増えてきているような印象ですね。なるほどなるほど。わかりました。ありがとうございます。<laughs> えっと、Spark 出てましたね。えー、はい、はい。えも、ー、結構あの私アプリケーションのねえっ、ー、とプラットフォームなんかも担当してるんですけども、やっぱり最近はこうサーバレスとかあのマネージドフルマネージドの環境に、えー、のまあサービスなんかのねえ発、ー、が増えてますよね。はい そうですね私も同じ印象を持ってディ GCP にいろんな AI プラットフォームがありますけども、どのようなシナリオでスパークの利用を想定しているんでしょうか。 えとそうですね、1つにはデータ加工という中で、例えば大規模に、しかもそれをこう並列しながら処理をさせたいというときには、スパークというのは1つの選択肢になるかなと思っています。あともう1つは、クラウド上の機能ではなく、もともとスパークを使われていた方々というのが、クラウド上でも同じような技術を使ってお使いいただけるというのが、もう1つのメリットかなというふうに思いますなるほど。 名前パイスパークでいろいろゴリゴリ書いてる人とか、ありがとうございます。えー、っと、これさっきのね、はい、えっと、初歩的な質問で教職ですが、ここでいうデプロイは、学習済み重みを各端末に送付重みのリロードを行うというような機能のことを示していますかはい、ご質問ありがとうございます。はい これは非常に重要なポイントで、私の説明が不十分だったんですけども、デプロイというふうに言っているのは、今回の場合ですと、サーバーですね、予測用のサーバーが立つというようなイメージでして、それが例えば WebAPI から、モデルを使って予測をすると。 いうようなことがコールできるようになるというような状況をデプロイするというふうに言っています。で、もちろん今ここでおっしゃっているようにそのエッジデバイスに対してモデルをデプロイするというような行為についても、えー、アイデアとしてはもちろんあるんですけども、ここでお話ししているのはそれとは違うシナリオになりますね。なるほど、ありがとうございます。はい。ちょっとね質問がたくさん来てますね。あのー、あとちょっとついだもしくはちょっと、はい <laughs> えー、ここのコメントかわからないですけれども、もし可能だったら後で回答しますけれども、あと最後の1個だけいきたいと思いますけどちょっとあの私、スクロールダウンしていくので、マキさん、あの答えたい質問があれば、ストップしていただければ。はい、ええー、と、そうですね、この辺モデルレジストリ周り、いっぺんにいきますかそうですね、モデルレジストリ、はいディして、 最初はノットブックで作成した独自の ML モデルを登録するためのサンプルコード、は公開されてますかと,、はいえー、とそうですねあの、モデルレジストリーに限らず、Google クラウドプラットフォーム、VertexAI でいろいろ使っていただくためのサンプルコードというのは、GitHub 上に集約されていますので、まずはそういったものを見ていただくのがよろしいかなというふうに思います。 でちょっと一つ一つ、これが可能です、不可能ですというのをお答えするとちょっと時間がかかってしまうんですけども、まあ、そういったサンプルコードでできるものというのは当然、実行していただけますので、えー、Google クラウドプラットフォームのレジストリーがございまして、そこにノートブックをベースにしたサンプルコードというのは、蓄えられています、ね、ありがとうございます。えっと、まあちょっっとあの他何個か質問あったんですけども えー、申し訳ありませんけれども時間になりましたのでですねこちらで終了させていただきたいと思いますマキさんありがとうございますありがとうございました